平野紫仕様、新ヘア披露でトレンド入りの反響、美女優勝、キラキラしてる。10月15日、滝沢秀明氏が設立した会社、とべ、が、公式 YouTube チャンネルにて緊急性配信を行い、平野紫仕様の新たなイメージチェンジが話題となりました。平野はジャニーズ事務所を退所し、新グループ、no.、ナンバーアイ、おけっその中で、 彼の新しいヘアスタイルがファンから大きな反響を呼んでいます。この記事では、平野仕様の新ヘアスタイルについての詳細と、ファンの反応について探ります。10月15日、滝沢秀明氏が率いる会社、トべ、が公式 YouTube チャンネルにて緊急性配信を実施し、平野仕様が新たなヘアスタイルを披露しました。この動画は、 ファンにとって嬉しいサプライズとなり、SNS 上で大きな反響を呼び起こしています。動画の冒頭では、平野紫洋と神宮寺優太の二人が登場し、新グループ、ナンバーアイ、読みナンバーアを結成したことを発表しました。特に注目すべきは、この新グループに、ジャニーズ事務所を退所した岸優太も合流したことです。 これにより、ファンは新たな活動に期待と興奮を抱いています。しかし、一番の注目ポイントは、平野仕様のイメージチェンジです。彼は、伸びていた後ろ髪や前髪をカットし、さっぱりとした短髪部屋に生まれ変わりました。この大胆な変化に対するファンは、圧倒的でした。SNS 上では、かっこよすぎ、めちゃくちゃ好きな髪型、美女優賞。 可愛すすぎる、キラキラしてる、といった絶賛のコメントが相次ぎ、彼の新ヘアスタイルは話題となりました。特に x、x 旧ツイッターでは、紫輝くん髪がトレンド入りを果たすほどの注目を浴びました。平野仕様の魅力は、彼の新しいヘアスタイルによって一層際立ち、ファンの間で熱狂が広がっています。 ヒラの仕様はジャニーズ事務所を退所し新たなステージに進んでいます。彼の新グループナンバー I は多くの期待を背負いファンの心をつかむことでしょう。彼のキャリアにおける新たな挑戦に多くの人々が注目し応援しています。ヒラの仕様の新たなヘアスタイルは彼のファンにとって驚きと感動の瞬間でした。 新たなグループ、ナンバー I の結成とともに、彼のイメージチェンジは大きな話題となり、SNS 上で多くの反響を呼んでいます。今後、彼の新たなステージでの活動に注目が集まり、ファンは彼を一層応援し続けるでしょう。